堂々と写真撮ってる変態。うん、いつもの気分転換。またダメだったから。そう？落ち込んでないように見える？変態さんも悩んでるんだって分かってちょっと安心したのかも。新体操を教える仕事か。考えたこともあるけど私じゃ無理。踊ってる時楽しそうだった。その楽しさを教える、それが一番大切で必要なこと。その変態さんってどうして私にここまでしてくれるの？面白いから？まあ、ちょっと待ってて、シャワー浴びてくる。なんでって、夜だから。何してるの？なんでこんなの見てるの？レオタードが好きなんてやっぱり変態。なんだかお兄さんに見られるのは恥ずかしい。え、お兄さんって呼ぶの変？変態さんの方がいいならそうするけど。あの、遅くまでごめん。私もお兄さんといると結構楽しい。うん、またね。おやすみ。